ルフレンジになっておりますが、セルフレジになっておりますに聞こえて、お支払いの時にすごくしどろもどろした一森です。今日は黙々とローソンのたらこパスタを食べていきたいと思います。ちゃんとエリンギが入ってます、うん、おいしい。今日は日曜日ですけど、たくさんレッスンをして帰ってきました。美味しいですね、うん、美味しい。たらこパスタは本当に美味しい。プチプチしてます、うん、エリンギから出汁が飛んでって美味しい。出汁が飛んできて美味しい。なんかスーパーマンが飛んでくるみたいな、出汁が飛んでくるみたいな、ダーシーマンほい受け取ったみたいな。つながりでファンタ、フェンタグレープ。お、まだ泡立ちます、うん、めっちゃ泡立つやん。おいしいですね。だんだん暖かくなってくるんでしょうね。
たらこパスタを食べていると世の喧騒を忘れそうですな。たらこパスタの味はまさにメジャーの味ですね。マイナーメジャー、メジャーコードかマイナーコードかっていうとメジャーコード、何ドアか。Fドアってとこですかね。このたらこパスタの味はまさしく F ドア、ファソラシドレミファ、こんな味です。ファミレド、うん、ファミレドシラソファバナドファたらこパスタ、うん、こんな感じ。パパパパパスタ、パパパパスタ、パパパパパスタ、タラコって感じです。EDM 風に。パパパパパスタ、パパパパスタ、パパパパパスタ、タラコって感じです。それでタラコのプチプチ感、パッ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 パーでね、タラコのプチプチ感を表してます。おいしい。もう世の喧騒をタラコパスタで忘れる、忘れる忘れる、タラコパスタで忘れる。私の友達曰く、姿勢というものはその人の人生に対する姿勢と同じだということだそうです。私はそれを聞きまして反省するばかりでございます。私はですね、家ではですね、本当にですね、だらっとしておるんですよ、うん、食べる時ですらね。姿勢を良くすると疲れませんか。なのでよくね、
こんな感じになってるんですけど、友達の言うこと曰く、それが私の人生に対する姿勢と同じということで、まあ、当たらずとも遠からず、うん、当たっていそうな感じがするので、これからね改めようかななんて思ってるんです。なので体育座りをしてる時もこうやって姿勢を伸ばす。でも姿勢を伸ばすとカメラから見切れる。これどうしたことかということで、姿勢を伸ばしつつ体を前傾に保つ、こういうことをねやってみるわけです。乾杯。ああ、フェンティグレープ。膝を抱えながら本来食事はするものでありませんね。でもですね、今日は膝を抱えてご飯を食べたい気分なんです。お許しあれ、お許しあれ。膝を抱えてパスタたらこを食べる。今日は日曜日サンデー、全然日曜日じゃないサンデー。休めてない、休めてない、たらこパスタで世の喧騒忘れる。こんな時くらい膝を抱えて食事させてくれ。たらこパスタ、たらこパスタ、たら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 してんじゃねえ。本日の語彙力のなさ、語彙力マイナス 0.5% でございます。日曜日はそんなもんです。皆さんは日曜日何をしましたか？いい感じです。そんな日もあります。
無口の日ですね。明日もいい日になりますように。たらこパスタにファンタが合うということが今日判明いたしました、うん、今度は自分で作ってみたいと思います。それでは今日はこの辺で。では皆さんの今日のご飯も素敵なご飯になりますように。もう済んだ方は明日のご飯が素敵なご飯になりますように。どうも See you 次の動画まで See you next time。岩田加子美人だな。今ねグッドワイフやっています。水族館のように邪魔します。